まま回避型にしちゃう？そうだね。容量差上げる必要ないような気がしてきた。回避と攻撃だけ上げていく？いいね、おもろいね。めっちゃプレゼント尽くし。天然水。顔に塗れってことか。化粧水か？技設定する？設定しよう。行こうか。代わりになるんだ。角突き刺し代わりになるんだ。そっちの方が強い。引っかくの方が強いね。ダメージ同じで命中が高いから。こうやって入れ替えたら使えるんじゃない？よし、試し切りするか。そうだね。早く遠距離欲しいね。でもゴルザゴモラかっけー。ラクラクバトルにしてみようか。やってみようか。初めて見る。あ、そういうことか。いいね。これいいね。めっちゃ早い。格下のやつはもうこうしたいね。そうだね。いいとこ上がるし。ゴルザゴモラめっちゃいいね。カモにしていこう。公式戦か。免許持ってないんです僕ら。ねえ。最近の宮城どこからか視線を感じるらしいよ。ストーカーか？ストーカーだね。じゃあ一番下？うん。だってさ、みゆき。警戒心あげなきゃね。あでも全然。何も変わんないんだ。ね、警戒してない。お気楽なもんだぜ。怪獣の牙はもう完全に抜け落ちてるね。力高くなったね。我々が温室で育ててるから。ね。じゃあ、HP 下がるのちょっときついかもしんないけど、そうだね。命中回避上げとく？うんうん。どうする？そうだね。当たらなければどうということないということで。うんうん。ライフを一番重要かもね、命中回避。無視して。これ初めて見る修行だね。修行つうかトレーニングだね。おお。寒そうだな。吹雪対策だ。燃えてる。ひらめいて。これでやむもんなんだね。ああ、吹雪から村守ってあげましたみたいな。うん、縄張りボーナス。あ、縄張りにしたから上がる量上がってんのか。積極的にじゃあ全部縄張りにしておいた方がいいかもね。雑穀でいいかな。うんうん、安い飯を。俺も腹減ってきたよ。なんか食いねえよ。力量も下がるしいいね。あ、おおめでとう。みゆきの1歳の誕生日。一緒にお祝いの歌を歌ってあげましょう。これもね、モンスターファーム恒例なんだよね。え、唐突じゃない？なんで歌うの？誕生日だからに決まってんじゃん。でも約束なの？細かいことは気にしない。これね、アルちゃん聞こえてないけどメロディーがあるんだよね。おめでとう、おめでとう。早く大きく強くなれって感じ。家畜のための歌だね。家畜のための歌。ドナ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 。あ、クンクンしてる。みゆきの可能性がさらに広がった匂いがする。何それ。特徴を覚えられそう。1歳と2歳を過ぎると新しい特徴を覚えられる。あ、ここのタイミングでクッキー屋なんだ。軽症クッキー。じゃあクッキーいく？ねえ。
ていうか街行くの初めてだな、何気に。本当だ。大丈夫か入って。こんなんで行っていいんだね。ギア行くか。あー、かわいい。サリン。今までで一番好みかも。いいね。アルちゃんは？いやー、でも確かにこの子が一番かわいいよね。お任せで焼く。水浴板が何かわかんないからお任せでいいかな。ねえ。お任せサービス。ボロい水浴板。おお、こんな。ああ、安いね。安いね。おお、さすが怪獣用毒クッキーだから。あ、お、ウルトラマンティガ。状態以上にかかっ、いやー、状態以上にかかるかな。さっき毒食らってなかった。ああ、能力ボーナス、賢さ回避。食わせるだけで上がるんだ、じゃあ。これ強いんじゃない？いっぱい買った方がいいのかな。まあ、1歳と2歳になったタイミングっつってたけど。バンバン買えないのかな。まあ一応あげるか。ねえ。これで古代からの眠り。両方つくのかな、これで。お腹ポンポン。形状完了。もう、一個が消えるってわけじゃなくて。両方もらえる。あれなのか。もう一回焼いてもらう？ねえ。でも回避と攻撃力とか、じゃんじゃか。開けてもらいたいよね。めっちゃ強くない？ババルー星人の。ババルー星人も。ねえ、あげよう。アイテムを入手しやすい。めっちゃ強くなったね、これで。化粧完了。これでね、技とかバンバが覚えさせたらもうね、いけちゃうね。もう一回焼けんの？もう一回焼けよう。今より強いやつ出てくる可能性あるもんね。縄張り系ってね、ぶっちゃけどうなんだろう。回復回数が早い。おお。氷属性の技。特徴には覚えられる数があるのか。3つまでみたいだね。2歳になったら4つ目解放みたいな。そういうことなんだろうね。ファームに戻るか。遠距離技欲しいよね、ほんと。だいぶ強くなったな。今の覚えてくれないかな。技覚えた？技覚えてねえな。修行とかね、もう一回ぐらいいけるもんなのかな。お金はあるね。ちょっと行ってみたさあるよね。じゃあ今体調が悪いから一回休養してから行くか。そうだね。お金は減るけどまた稼いでもらえれば、あの前哨戦にたくさん出してね。そうだよね。お金稼ぐために大会出るようなもんなのかね。小さくなって人間になりたいんだって。かわいいこと言うじゃない。そうだね、なんか人間がさ、自分よりでかいものを飼いならすってさ、なんか貴重だよね。犬とか猫とかちっちゃいじゃん。確かにね、大型犬もなんだかんだね、人間の方が大きいし。そうだから感覚的には飼育員さんとかじゃない限りね、象とか馬とか飼いならしてる感じなのかな。ねえ修行して技覚えますか。命中丈夫さが下がっちゃう。あ、賢さ下がん、力が下がるのか。これランダムなのかな。一旦抜けてまた入ったら変わるのかなって。ああ、州によって違うのかもな。ああ、なるほどね。じゃあガチャみたいなもんだ。ちょっとトレーニングして1周進めて。そうだね。攻撃対策でもしてもらって。そうだね。
縄張りでなんかアイテム見つけやすくなるんだもんね。ああ、継承の効果でね。成功。縄張りボーナス。すごい、69とか上がってなのほ。かった。ああ、69ってそういうことね。69のことね。アルちゃんはピュアピュア男子だと思ってたけど。いや、別に何も言ってないけど。何も言ってない？そうか。会社が下がるのか、今度あ、こは。れダメだね。なんか都合よくいかないな。じゃあまた吹雪対策もやってもらおう。とりあえずそう回だ。避命中を2000にしたら D になると思うんだ。ああ。あとあれだ、早めのケーキを忘れずに行こあ、本当だね。う。あ、大成功してる。おお、やった。これは褒めてあげよう。新潟餅。豚もち。褒めてあげよう。激流も下がるし。トレインが飽きたって。わあ、あるんだ。なんか何週連続同じトレインするとなんか飽きるみたいな。人間みたいだね、本当。同じ生き物だからね。同じ生き物って同列に語っていいのかわかんないけど。間違えた。でも今修行行くとね、体調悪いから、命中下がるしああ、な。そうだね。休んでから行っちゃう？一周休もう。花粉症。カネゴンも花粉症になるのか。まあ、元人間だしな。ね。ちょっと待って、上着脱ぐわ。さあ、餌だ。雑穀米でいいかな。雑穀6兄弟っていうこのネーミングセンスがいいよこいつ本当雑穀が一番好きだもんね。なんね。うん。か、ある意味育てやすいかもミね。ニマリスト。うん。大きオーいトね。ミールで十分みたいな。あ、飽きちゃった。こいつ飽き性だな。命中回避が上がってライフと丈夫さが下がる。これでもいいか。うんうん。いいね。金めっちゃ上がってんな。ケーキあげなきゃ。相変わらず霞が気持ち悪いんだよな。ねえ、霞以外と特訓したいよね。なんか大会で勝つとさ、できるみたいなこと言ってなかった？なあ。成功して。お、すごい。2000はいかないけど、ほんと近づいたね。この修行中に行けんじゃない？大成功した。ああ、2000行っお、た。すごい、すごい。いやー、すごいね、命あ中。ぶね。1歳になってちょっと上がり率は上がったか？あ、あるんだね、そういうの。なんか成長期みたいなのがあんのよ。ああ。餌飽きたっつってたかな。タラタに設置してあげるか。うんうん。そろそろ攻撃を上げてさ、2000ぐらいにしたら、ちょっと大会で試運転してみたい。どうかな。ねえ、確かに。疲れてるから、まずケーキあげよケーキとかね。う。まさかのオーバーヘッドスロー。あれでもビビたるもんだな。うん、あんま、あ
ねえ、価値ないね。休ました方がいいかもね。あと普通に大会出るとさ、減るからさ。うん。激減。ああ、すごい。夢見てんな。夢見る少女なんだな。みゆきは。ここだ。IMA。じゃあその前にここか。そうだね。絹たしいぐらい。あ、もうどうせならね、全部出ちゃいたいよね。そうだね。じゃあとりあえず7月2週を目標に。ねえ。もう一回ぐらい修行勝ち込んどく。力上げたいね。うんうん。賢さいらないからこれでいいかな。ね、化石調査で。ああ、この激鱗の管理むずくね。ねえ、物によるよね。急にビュンって上がるやつもあれば。あー、お金が。うわー、なんかわけわかんない攻撃出してる。あー、でも来た。あ、いいこと。いや、ダメか。でも出勤。これで致命傷とか。このイベントだと出ないんじゃない？まあ戦いを見守りましょう。これさ、勝っちゃったらどうすんだろう。もう絶対ないだろうけどさ。ビッグバンゼロ。うわ、ぶん殴られたんだけど。クリティカルで4000。でも前の7000よりはだいぶ硬くなってるな。あ、でも怪我なくてよかった。あ、よかったよかった。あ、じゃあお助けキャラみたいなもんなんだな。なるほどね。今回お金払わなかっただけマシだね。そうだね。気をつけよう。これで激鱗リセットされんのかな。ああ、されてるね。ああ。じゃあ、来てもらった方が、出勤してもらった方がいいね。ねえ。まあ、化石調査。早く遠距離技を覚えてほしいよ。OKOK。化石調査で発掘した化石もだいぶでかいけどね。ゴモラの骨。ゴモラサイズだ。ずっと雨だね、ほんと。なんか梅雨関係なく2月からずっと雨な気がする。そういう地方なのかもね。そう、3回。化石調査行ってもらおうか。ねえ。激鱗の上がり幅怖いんだけど。わかる。成功。まあ、丈夫さのランクが回復したね。雑穀までいいかな。うんうん。もうすぐ試運転かな、大会。あ、よかった。大会試運転は来週か。これじゃあ、はい、じゃあ来週に向けて休むか。激鱗も下げとかないとね。ねえ、大会の前に激鱗爆上がりしてたらめちゃめちゃ強くなるのかな。このまま大会出てほしいけどね。ね、日に焼けたエレキングの話してた。
すげえな、かわいいね、それは。俺じゃあ、はい。ギャルエレキング。なんで日に焼けるイコールギャルなんだろうね。偏見が偏ってる。偏見が偏ってるって頭痛が痛いみたいな感じになっちゃったけど。ね。トレジャーハイ。夏。場外戦は灼熱の日差しが足元を崩すバラージュ砂漠。みたいな感じでいいそう。ね。あ、なんか見たことないやついるな。テルルン、音速。こいつ早いね。結構早めだったと思う。こいつ空飛べるから。なんかバルタンかなんかとのハーフかな。なんかメカっぽさもちょっとあるよね。なんだろう。バルタンっぽいな。あー強いぞ。あーこれやばいね。ちょっと我々にはまだ早かったかもしれない。ねえ。殴って、勝てー。ね、うわぁうわぁ意味不明だし、あぶね。よくあんなちっちゃい角で大ダメージを。ねえ、何気に引っかく初めて見たかな。比較まあまあいいね。まあ上位互換だしな、都心の。いいね。これ、技勝ち込んだ方がいいね、ほんと。ギブアップした方がいいんじゃないかこれ。さあ怪我しちゃったりするのよ。ああなるほど。じゃあもうそうだね、ファンは減ってもね仕方ないと思う。ちょっと技勝ち込もっか。修行行った方がいいな。ねえ、11月までは修行だ。いやでもねえ、金がないんだよね。大会出ないと。確かに。なんかちょっと下の大会に出るしかないよね。それか。人気を犠牲にして。金稼ぐ方法ってもう大会しかないもんね。ベムスターノーバ。さっきの目玉と合体してたやつよりはマシだけど。ね、わあ、超回避。ねえ。やっぱ C ランクからね。激強だね。上がってくるんだよね。あ、うわ。危ね。回避上げといてよかった。引っかく2回ぐらい当てたら倒れてそうだけどね。お。うわ。なんだ。あ、毒にしてきたのこいつか。あ、でも勝った。お。ナイスナイス。相性もあんのかな、やっぱ敵との。そうだね。パワータイプだと押し負けるけど、押し負けるね、やっぱ。回避タイプだと、こちらの命中が高いから。でも、最後ね、絶対超物理特化型だよね。パワータイプっぽい顔してる。いや、音速にも勝ってるからな。みゆき頑張れ。不死身体のみゆき。みんなベブスター系だね。お腹に穴開いてる。いや、本みたいに強いな、こいつ。力お化けだ。すげえバカだけど。引っかけを当てていく。あ、勝った。ええ。連続引っかき。乱れ引っかき。ねえ。これで勝てないかな。一発食らったら超痛いよね、これ。おぉ。アウトボクシングだね。いいね。あと半分。危ねえ。おぉ。回避、こちらは回避があるからさ。回避型のいいとこ見してるよ、今。火炎とかあんま食らない方がいいよな。どの技も食らわない方がいいんだろうけど。相手攻撃してこないぞ。うわあ！うわ。やば。これロストしたんじゃね？
大丈夫これ、死んだ。でも怪我したっていう表示が出てなかったから。すぐ出るもんなんだ。3位。うん、やっぱ C ランクは強えな。能力上がんないのか、厳しいな。ああ、でも人気上がるんだ。まあ一勝したからね。これも特訓、めっちゃ特訓しよっか。あげますか。俺独断で進めちゃってるけど。ちょっと疲れてるから休ませてあげて。休んで特訓、休んで特訓、いや休んで修行、休んで修行とかやる。金が持つかな。回避型か集中する大会に出たいところだけど、そんな都合よくはいかないよな。あーでも今修行出すとね、8月3週の これか。スピード界とかなら勝てそうだよね。 IMA 交流か、ちょうど1ヶ月か、あれが。じゃあ我々は何を鍛えるべきなんだろうな。ねえ、本面取らずにちょっともう鍛え直す。いけないって言っても、我々上のランクで戦えないからな、本そもそも。そうなんだよね、今上がったところで上がねえ、授業行くか、致命傷浴びるだけだから。賢さ回避だからこれは外れだな。かといってメトロン星人と戦っても 賢さね。火力を増やそう。ちょっと火力不足な感じあったよね。ねえ、ピラピラのやつはねやれても、まあ、でもあれも結構ゴリ押した感じだもんね。うん、乱れ引っ掛けてね。命中は足りてる感じする。そうだね、命中はまあ比較的当たってる気がしたから。次の交流戦は3月か。金持つかな。最悪国家売っちゃう。国家ね、多分金で売れないと思うんだよね。あ、そうなんだ。石鹸くれた。じゃあいらないガラクタ売ってく。いらないの売ってくか。ね。金策。ちょっと経営難になってきたね。綺麗好きの怪獣。綺麗好きの設定はないよね、別に。特にないね。バリバリ。氷って食うのか。なあ。新潟餅。餅とか売っちゃう？ねえ。焼き芋もあったかいから売っちゃうか。そうだね。でも冷たいの好きだから氷は、氷は置いとこうか。置いとくか。天然水。意識は高くないな。絶対にバカだからな。他ないか。ないか。あ、力上がるんだって。おお。興奮させるから激励上がりそうだねな。激励今低いし使ってみる？ねえ。こういうドーピングアイテムで寿命が減るっていうのが相場が決まってんだよな。ああ、そうなんだ。それはやっぱ、あれと変わんないね。ああ、5。5しか上がんない。割に合わねえ。